パリ五輪第16日、ブレイキン、10日、コンコルド広場。パリ五輪の新競技、ブレイキンで、日本代表の中雷中雷重幸、ダンサー名、重キックスイコール第一生命保険イコールがメダルを逃した。3位決定戦でビクトー・バーヌーデス・モンタルボ、銅、ビクター、米国、20対3で敗れ、前日の湯浅網、銅、アミ の金メダルに続くことはできなかった敗れた後一度気持ちの整理をつけてからインタビューに臨んだシ h キックスメダルを取るためにはこの15ラウンドが必要ということで用意してきたのでその用意した15ラウンドが決勝戦という形で最後を締めくくれなかったですけど3位決定戦という形で出せたことでやってきた意義があるかなと思っていますと振り返った今大会は開会式で騎手を務め 日本選手団の顔としてのプレッシャーもあったがみんなの気持ちを背中が重くなるような背負い方はもちろんしてないかったですけれど皆さんのサポートのおかげでやれてこれてる部分は綺麗綺麗ことなしに本当にあると思うのでその人たちにも少しでもいい姿を見せたい気持ちがありましたこのパリオリンピックは僕にとって本当にかけがえのない時間でしたし僕に絶対必要な挑戦だったと思うので 絶対ここに立ってない自分よりもたった自分の方が強いと思います。人としてもダンサーとしても成長できたのではないかなと思うのでまだまだ僕は22歳でこれ。